はい、どうも、こんにちは。ちょっといきなり手ブレしちゃってごめんなさいね。えー、沖縄おばばでございます。はい。えー、っとですね、これ何回かあげてるんですけど、今とっても薬不足でございます。薬不,不足です。はい。おくちゅーりがね、不足しています。これね、いくつか理由があるんですよ。ジェネリック作ってる会社がちょっと不正なことをやってたんで、作れなくなっちゃったっていうのが大きな原因の一つになってます。 はい。で、今ね、えー、皆さんもわかると思うんですけど、風邪の季節ですよね。えー、私、年中、あの、鼻、アレルギーで鼻だけ一年中出てるんですけど、申し訳ありませんね。えー、時々、ズズってすすってますけど、申し訳ございません。はい。えー、鼻アレルギーなんですけど、えー、まあ、おかげさまでというか、風邪ってあんまり引かないんですよ。はい。えー、インフルにも、ここ13年ぐらいなってませんね。はい。 えー、で、ええー、まあ、何て言うのかな例のコロアンティーナですね。もう、とりあえず、ほぼほぼなってません。はい。えー、一回なったような感じなんですけど、まあ、でも、えー、別に大したことはなかったんですけどね。はい。えー、まあ、そういうわけで、えー、ほぼほぼ風って引かないんですけど、今ね、あの、いわゆる咳止めが非常に、 非常にね、あの、不足してますよということが、あ記事に載ってました。はい。えー、どこでもなんか、日本全国どこでも不足みたいですね。で、仕方がないので、代わりのものを、はい、代わりのものをえ、似たような効果のあるものを処方しているというのが現状らしいです。はい。えー、まあね、あのー、 私思うんですけど、科学的なものってあんまりよろしくないんで、漢方だったらね、えー、漢方の咳止めね、まあでも体質があるんでね、これもね、一概には言えないんですよ。これがいいっていうふうにはね。体質によって漢方は同じ症状でも、あの、処方が変わってくるんですよ。はい、えー、その人の体質によってね。 はい。その人が暑がりなのか、それとも寒がりなのか、とかね。まあ、いろんなあの体質があって、その体質によって処方が変わるんで、漢方の専門医だったら見分けることができるんですけど、普通の医者では無理です。はい。普通の医者では無理です。はい。えー、そういうわけなんですよ。はい。えー、で、えー、いわゆる咳がね、 え、喉がイガイガーってしたとき、じゃあどうしようっていうことなんですけど、まあ、うちではね、う、え、ち、ー、では、あまあ,あ、この画面のものを備えておりますが、はい、えー、もしものときにね、ほぼほぼないんですけど、そういうことは、はい、えー、でも、もしものときにはこれを備えておりますということでね、今お見せしてますけど、まあ、あ家でできる、えー、簡単なあ、いわゆる薬膳とかでね、 え、効果のあるもの。まあ、あんまりひど、ひどい時は効果がないかもしれません。薬膳とかで、え、咳がね、止まるような薬膳ってありまして、まず一つは、梨ですね、なしはい。な梨じゃなくて、和梨にしてください。はい。丸いなしですね。はい。丸いなし東洋の梨でございます。はい。えー まあこれね、死の国と日本の梨、あの、丸い梨は同じですから、はい、この梨をですね、えー、ひたひたのお水で煮て、で、えー、まあ梨が透き通ったら火を止めてね、えー、召し上がってください。かなり良くなります。嘘じゃないです。はい。えー、あとは、まあこれ薬膳なんですよね。あとは、 えー、いわゆる、大根ですね。大根を刻んでおいて、で、上から蜂蜜をかけてください。えー、いわゆるね、数時間経つと、その、あの、浸透圧の関係でね、蜂蜜と大根、いわゆる大根の水分が蜂蜜に混ざって、まあ、あ出てくるんですよ。はい。その出てきたあシロップを飲む。 これが2番目の方法です。まあ、これ、あの、ま、早期っていうかね、えー、ま、こじらせない程度に、の咳には、あこれかなり改善、改善する効果が、効果がございます。すいませんね、噛んじゃって。はい。 まあ、そういうことでございます。えー、で、えー、まあ、私がこれ持ってるのは、台湾にいた時にね、これ知ったんですけど、あのね、えー、テレサテンさんもご愛用だったものでございます。はい。これは、あビワの葉っぱのね、シロップになってます。これ、漢方薬ですね。はい。えー、まあ、巨端鎮害、そして、あのー、喉の,の痛みにいい、まあ、いいですよって言う いう感じで、こういったあ漢方の生薬が含まれております。はい。これね、アマゾンで買えるんですよ。はい。えー、アマゾンで買えます。で、えー、これね、京都琵琶湖で、琵琶湖ですね。えー、これで検索すると出てきます。あと、これのね、あの、キャンディー版もあるんですね。 はい、えー、とりあえず二つありまして、これが、あ、これと同じ味の、あの、ビワシロップのね、えー、キャンディーでございます。こちらも、ほ,ほぼほぼ、これも Amazon で買えます。こちらもほぼほぼ、一つ舐めると、一つ舐めるとね、えー、本当に、あの、喉がスッキリします。はい。えー、喉がおかしい時にね、ちょっと、こちらの方、ということで。 で、えー、これはあ、レモングラスですね。レモングラスが入っているものでございます。あのー、レモングラスの味のものですね。はい。えー、そういうことで、えー、これはね、えー、まあ、あ青木美佐子さんっていうね、あのー、ロリータモデルさんがあご愛用しているものでございますね。<laughs> はい、えー。実はこれも Amazon で買えます。こっちの方が安いです。 はい。安いんです。こっちの方が。はい。えー、ということで、えー、まあね、咳止め。えー、まあ、今不足してますけど、漢方のものでも十分に効きます。はい。まあ、よろしかったらね、えー、こちらの方も全部ね、アマゾンで買えますので、検索してみてください。 はい、えー漢方、こういった、あ、生薬が、あ、全部入ってます。これ全部ね、喉にいいものでございます。はい、こちらは、あ、まあ、体質がどういう人でも、 あのー、ま、あ穏やかな効き目なんでね、お穏やかな生薬しか入ってないんで、えー、ま、あ誰でも使えますよというね、えー、漢方薬でございます。はい。えー、ということで、こういったあものがね、蜂蜜で煮込んであるんですね。えー、入っています。ビワの葉っぱのね、えー、エキスでございます。はい。えー、まあ、あご紹介してしまいましたけど。 はい。えー、とりあえず、まあ、ああ、興味のある方がいらっしゃったらあ、検索してみてください。非常に効果がありますよ。はい。えー、そして、まあね、えー、風邪をひかない。これが一番でございます。風邪をひかない。でもね、今、しえーで喉がイガイガーってするんで、えー、まあ,あ、予防ですね。はい。これは、ああ、皆さん心がけてくださいね。よろしくお願いいたします。 こちらの記事もどこかにぺったんこって貼っておきますので皆さん、えー、見に行ってください。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。